スライダー待ってても多分当たんないだろうなと思って。本当のファミコン。ね、そうそうそう。逃げることだけ考えてる。あってますよね。嫌な投手、まあこれは個人的でいいですかね。そうですね、個人的。自分が嫌だったっていうピッチャーを、じゃあ現役時代、はい、じゃあコウスケから順番に。僕はジェフ・ウィリアムズ。ああ、嫌だったねあれね。おお嫌でした。あれは嫌だったね。おお嫌だった。もうこっちにぐしゃぐしゃ、向こうにはギューって曲がるし、どっち持っていいか分かんない。ファミスタみたいなスタイル。はい。嫌いでした。もういやもう全盛期の時スライダー待ってても多分当たんないだろうなと思って、狙ってもダメ。はい、たまたま投げ損ないで曲がらずこの辺来てくれたのがラッキーっていう。全部1個いいですか。ジャイアンツ移籍して対戦したんですよ、3人戦、はい、で清原さんに「お前空振りしたら足に当たる」って言われたら初球空振りして右足に当たっためちゃくちゃ恥ずかしかった。マジですか。言われた通りなの。そのぐらい曲がってきた。じゃあストライクがボールなんですね、正直。そう、ただ俺の好きなインドに来たら「いて!」と思ったら右足に当たってた初球。恥ずかしい、恥ずかしい、最悪に恥ずかしいです。しかも言われていったのに。そうか、そのぐらい曲がっとったね。じゃあ今言ったジェフも嫌だったんですけど、それ以上にアニメってピッチャーがいて、アニメね、アニメ最後楽天いったらシャキシャって140半ばで全部頭の上後ろに投げるんです、投球練習で。いた。なんでもう諦めて打席、もう逃げることだけ考えてあってましたね。もう打つとかじゃなくて、まず自分を守ろうと思って。そういう意味でのちょっと嫌なのはそのアニメが。なるほどね。はい。俊介ね、千葉マリンで投げるときと京セラで投げると全然違う。千葉マリンで投げたらなんだこの球って本当のファミコン、ファミスタの世界。そうあれが全くタイミングが合わなかったで、通算でもほとんど打ってない。初めの方打ったんですけど、それはもう何も分からずに出たんですけど、こうね同時に来るでしょ、上からなんでこんな違うかなの京セラでは打てるんです。ホームラン打てる。あ、打ってる。京セラでは千葉マリンで打てない。まあ僕誰というよりは後ろがちっちゃいピッチャーがすごい苦手で、まあ今でいう和田剛、ジャイアンツの時もあれだったけど、突然球がボーンって出てくるタイプのピッチャー。もともとロッテにおった成瀬とか、ああいうこう後ろがちっちゃくなってピッて出てくるピッチャーが苦手なんですね。今でちょっと村上がそうじゃないですか。あんな感じですね。ちょっと後ろが僕にした体が開かずピュッて出てくる。ああいうタイプ的にもああいうのが、ああいうタイプですね。割れがギューッとあるピッチャー好きやった。僕は多分あっちで喋ってるとないんだ。同じ迷宮と今。で出てきたのノーチャンス。何が一番？シュートもちろん嫌なんだけど、カットボールっていうマッスラ、150近いマッスラ、あれをシュートもあるでしょ。でシュートもあるからある程度インコース意識するんだけど、そこからカット投げ始めた。シュートもあるしカットもあるしっていう。でこう引いて三遊間に行くこともできなかった。あれ、三遊間に打とうとしてるんですよ。なるほど。実はね、俺も言います。まあそのアニメもう交流戦の時でよく当たってすごく嫌だ、怖いから。でもね、ツーアウト満塁でね、チャンス回ってきてアニメだった。でもツースライが追い込まれてもう死ぬ気でもう殺せっていう気持ちでバカーンと踏み込んで泣いてもらって、で岩瀬はねもう結構殺せと当てろ来いと思って踏み込んだらシュート来て殺せ。ありましたありましたありました。そうでぐらい嫌だった。で例えばその骨折した時のボールっていうのは普通だったらデッドロール当たらないぐらいのことですか？ギリこれぐらいかな。あちょっと超えればいけるぐらいでスライダー100でいってシュート来たから、ああもう手が出ちゃってたんですね。でそのボールどこ行ったと思う？フェアゾーンにキャッチャーの柳沢が拾いに行って投げようとしてる。ふざけんなっつって俺手で打ったんだけど本当ですか？それぐらいもう決めつけないとあのスライダー無理だよね。左は無理無理です。ジェフほどはないかもわからんけどね、ウィリアムスじゃないかもしれない。やっぱりだからね、予測を超えるピッチャーはやっぱりみんな打ちにくかったんですね。最後和田さんは僕もノリと一緒です。俊介、特に千葉の俊介は海バックスクリーンから5メーターの時になるとまずカーブが止まるんですよ。パッていって止まってからふわ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 って投げる。ボール来ないからシンカー来たと思ったらまっすぐより速いんですね。そうだから接点がないんですよ。接点ないピッチャーなんでもうやっぱりイメージつかなくてもう本当打ちにくかったですね。だから俊介が来た時は1個フォアボール取ったらまあ今日はよしという感じでしたね。意気込み、最初の組なんで迷惑かけないように頑張ります。名球会のゴルフで100切ったことないんですよ。100切ります。はい、すごい、はい、楽しみです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いかがでしたか？いや、まあちょっと緊張してきたんですけど、すごい優しい方ばっかりで、すんなりというか、気楽に入らせていただきました。はい。おっしゃー。お。ああ、風。